命を落とすということになりかねないという警告でもあります。ようこそ、みそぎの玄米、龍神の力を宿すユニアの実りを拝み洗いしてから水につけて、今24時間、発芽するのが待ち遠しくて、何度も何度も見ている予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。日月神事解説シリーズ、始末巻第1章についてお話します。あなたは日月神事を読んだことがありますでしょうか。日本が誇る大予言書、膨大な予言書ですけれども、その深い意味まで分かっている人は非常に少ないです。このチャンネルでは日月神事完全解説シリーズということで、第1巻神妻記を全ての章を解説してきました。引き続き第2巻である始末巻も解説していこうと思います。やはり最初の方に大事な情報が入っていますので、この第2巻である始末巻も非常に大事です。少しずつでもいいので、ちょっとずつ理解しながら神事の神様のおっしゃっていることを紐解いていくことで、今後来る大峠の正念場に生き残る術を得ることができます。今生きている人全てが知るべきことが書かれていて、それを読み解いていきますので、しっかりと理解を深めてほしいと思います。日月神事では何度も繰り返し繰り返し、神様からの予言として、人間の視点を超えたご期待や叱責、そして警戒などをお伝えになられています。それらは非常に大事なメッセージですので、もし日月神事の教えを理解せずに、この2024年の後半に突入していくと、私たちの人生は大きく大峠によって翻弄され、押し流され、そして行き着くところは最悪な方向に行ってしまうということになりかねません。とは言っても、日月神事の内容を知っておくと言っても、普通に読むとあまりにも難解な部分が多いです。言葉自体はなんとなくわかるんだけれども、どう解釈していいのか悩むという部分が多すぎるんですね。古文のようにちんぷんかんぷんではないんだけれども、でもさっぱり意味がわからないみたいなことになってしまいます。そういう僕自身も最初読んだ時はそうでした。でも分からないで済ますわけにはいかない大事な内容ですので、これを知らないと人間のうちの3分の2が命を落とすかもしれない、そんな大事態が来るのに自分だけは関係ないなんて言える人がいるわけがありません。だからこそ、今日の動画を最後まで見ることで、あなたは日月神事がお伝えになられている大事な内容をマインドセットとして理解することができます。日月神事の教えがあなたの人生に今後どのような影響を与えるのか、そしてそれを日常生活に取り入れないとどうなってしまうのか、それを知ります。これから始末巻を順番にお伝えしていく中で、神様が大事なマインドセットをしてくださってますので、しっかりそれを聞き理解し、あなたの未来をより明るくして、多くの人が理想の世界に進めるようになってほしいと思います。そのための大事な話をしますので、今日の動画を最後までご覧ください。日月神事とは、日月神事は国の常立ちの神という高格な神様が岡本天明氏という神道家の体におり、岡本天明氏の意思に関係なく神様が筆を進めて自動書記で書かれた予言集です。全巻39巻と補巻が1巻、そしてまだ世に出ていない13巻があると言われている膨大な予言書です。その中でも神妻記を全ての章をお伝えしましたが、そこで書かれているのは、初めの大峠という第二次世界大戦、大東亜戦争の戦中、そして終戦、それからの占領軍の支配下、そのような大波乱大混乱期を初めの大峠と呼び、ことごとくその予言は当たっていました。そして初めの大峠は失敗し、次の大峠が改めて来ます。その改めて来る大峠は、この2024年の秋以降本当に大詰めになりそうな、そんな記述が書かれています。だからこそ、これから来る次の大峠という、初めの大峠を上回るような本格的な大峠、それが来るものとして覚悟と備えをしなければいけません。では始末巻第1章、結構長い章ですので、細かく切りながら背景であるとか知っておかないといけないことなどを織り交ぜながら解説していきたいと思います。では第2巻始末巻第1章、富士は晴れたり日本晴れ、青垣山めぐれる舌つ岩根に祭りてくれたご苦労ぞ、いよいよ神も嬉しいぞと書かれています。この文章も読んだ意味はわかるような、でも何言ってるかわからないっていうところだと思いますので、深く説明していきたいと思います。では
最初の富士は晴れたり日本晴れ、このフレーズは上妻木の第一章も同じフレーズで始まっています。ただし富士は晴れたり日本晴れという文章でした。富士というのは2が2つあって富士、22の富士だったのが下妻木では富士山の富士になっています。まず上妻木で言っている富士の22というのは富士の仕組みを表します。富士の仕組みというのはグレートセントラル山という天帝のいらっしゃる場所、そこに帰還するための仕組みを富士の仕組みと言います。この富士の仕組みこそが河原の体系である命の木、この命の木は富士の仕組みを表しています。そしてこの富士の仕組みはニュージーランドのワイタハ族の長老が日本に来られて伝えておられる金龍が目覚めて気づくべき銀河の流脈、これを表しています。すべて伝えていることは同じことを表していて、まさに神の仕組みであり天帝のもとに帰還するルート、その仕組みを富士の仕組みと言っているんです。天帝のもとに帰還するルート、創造神のもとに帰る、これがスピリチュアルの最終目的であり、そのために我々は地球人として地球でトレーニングするために生まれてきています。この部分は深く学んでいただかないとしっかりと腹に落とすことは難しいので、へえそうなんだ、ユダヤのカバラの木も銀河の流脈も富士の仕組みも天帝のもとに帰る仕組みなんだということだけ覚えておいてください。ということは富士は晴れたり日本晴れということは創造神のもとまで道が通っていて綺麗に繋がっている状態が来る、その状態になるぞという予言だと考えることができます。そしてその次の青垣山巡れる四つ岩根、この部分を読み解くと、青垣山というのは青垣山という山ではなく、垣根のように青々とした木々が生い茂った山々が連なっている様子を青垣山と言います。つまり青く木が生い茂った山が取り巻いている地下の岩石に祭りをしてくれたのはご苦労であったということをおっしゃってるんです。祭りというのは神に従うこと、神にまつわりつくこと、これが祭りであり、神の言うことを素直に実行すること、これが神に祭らうと言います。第一巻の神妻木でも山を開けと何度も神様はおっしゃっていました。これは火付神事の教えを読んで広めよということだと読み解くことができるんですけれども、実際に神の山に岩石を祭り、お祭りをするということと同時に火付神事の予言を広めよ、この2つを同時におっしゃっていたんです。そしてそれをしてくれたから神は嬉しく思うとおっしゃってるんです。これは主に岡本天明氏に伝えられていると考えることができます。続いていきましょう。鳥居はいらぬぞ、鳥居とは水のことぞ、海の水ある、それ鳥居ぞとおっしゃっています。これも読めるけど意味はわからないというところだと思いますので解説します。まず言葉だけで直訳しましょう。鳥居は必要じゃない、鳥居とは水のことである、海に水があること、それが鳥居だということで、言ってることはわかるけど意味はわからないですよね。まず深掘りしていきましょう。鳥居というのは神社の一部ですが、神社というのは何を表しているのか、それは上にあることは下にあり、下にあることは上にあるという法則に基づいていて、神社自体は人間の体を表し、また宇宙も表しています。人間の体で神社が表現しているのは一番奥にある本殿のお宮、これは子宮です。お宮が子宮、そしてそこからまっすぐに連なる参道、これは参道という赤ちゃんが生まれてくる道を表しています。そして参道の真ん中を聖柱と言います。ここが神様が通る場所ということなんですけれども、この神様が通る場所、聖柱というのは体の中心線、プラナカンとも言いますが、それを聖柱と言います。人はすべて神として母体に宿り、参道の真ん中を通って神として出てくる、それを表しています。そして鳥居はお母さんの股を表しています。すると鳥居というのは母体と下界を分ける場所ということになります。鳥居から入って本殿まで行くというのは母体に戻るということでもあるんです。子宮というのが体の中でも最も大事な場所であり、未来を作り出す場所でもあります。するとこの人間の体で見た子宮にあたるもの、それは地球においての日本国土、そう表現することもできます。すると日本国土の前にあるのは海であり、その海が日本という神の国とそれ以外を分けるものなので、その水自体が
鳥居なんだということなんですね。ですからもともと大事な場所に入る前に水に浸かってみそぎをして神様の前に行く、そのために前に水があり、それが鳥居なのだ。だからあえて鳥居のようなものを作る必要はない、そのようなわざわざのものを作るよりも大事なすべきことがあるということをおっしゃっているんでもあります。つまり水が神様とつながる境だと思い、そこでみそぎをしてから入れば鳥居というものはいらないのだということをおっしゃっています。では続いていきましょう。皆の者ご苦労ぞ。ジャガタケは昔から神が隠しておった大切の山だから、人の登らぬようにして竜神となって守ってくれた神々様にもお礼申すぞと書かれています。これをまず直訳しましょう。天命たちよ、ご苦労であった。ジャガタケという山は昔から神が隠していた神の山であり大切な山だ。今まで人が登らないように、神聖な領域を汚さないように竜神となって守ってくれた神々にもお礼を申すぞとおっしゃっています。今まで人が登らないように神々が守った大事なお山を開き、山を祀る時が今であり、まさに大峠が来るにあたってしなければいけないことである。そしてその神の山を開きに行った岡本天明にご苦労様とおっしゃっているんです。ジャガタケというのは、ジャガタケという群馬県にある播磨富士の近くにある峰のことだと思われます。岡本天明氏がそこの祭りに神に従い行ったことをねぎらったと考えることができます。ここで神様がおっしゃりたいことは、神の山を祀ること。これは天命だけでなく、他のものもみんなそれぞれ日本各地に富士と言われる山があり、富士というのは神の山である。そしてその神の山を祀りなさい。この神を祀るという意味としては、山に石を置き、そのお祭りをする、お祈りをするということと同時に、神に従うこと、神にまつわりつくこと。これが七鬼神事の神様がおっしゃっている、神を祀る、山を祀るという意味になります。ですから私たちはやるべきことは近くの富士を探すということが大事なんです。そのことは神つまき第5章でもお話ししています。では続いていきましょう。富士は晴れたり日本晴れ、いよいよ次の仕組みにかかるから、はよう次の御用を聞いてくれよとおっしゃっています。ここで再度富士の仕組みが開くから、この世界は理想の世界への道が出来上がってくるぞということをおっしゃっています。そしてそのために次の仕組みが必要で、その仕組みの発動に取り掛かるから、早く神民としてするべき次の御用、これから下妻記で伝える御用を早く聞きなさいということをおっしゃっています。では続きましょう。神せけるぞ、山晴れ、国晴れ、海晴れて初めて天晴れるぞとおっしゃっています。この部分がおっしゃってる意味、それは神は急いでいるのだ、焦っているのだ、気が気じゃないのだ、早くしなさい。山が晴れて見晴らすことができ、そして大地が晴れて悪い気を晴らし、そして海が晴れて全ての大自然が自然のままに通った時に初めて天が晴れるのだ、神とつながるのだ。そのために山を祀りなさい、地を祀りなさい、海を祀りなさい、すべての自然、地球、大地に感謝と畏敬の念を持ちなさいということをおっしゃってるんです。では続いていきましょう。天晴れて神の働きいよいよ激しくなったら、神民いよいよわからなくなるから、早う神心になっておりてくだされよとおっしゃっています。ここの意味は、天が晴れたら神の働きが直に降りてきて大きな天変地異や大混乱を起こす、これこそが大峠であり、そのような状況を人が見た時に、なんで神はこんなひどいことをするのか、神も仏もないじゃないかと思うだろう。人の心で見たらそう思うのだ。でも違う。これが神の本当にこの世を良くするための大峠なんだ。このことは人心ではなく神心で見ないとわからない。だから早く禊、御霊を磨き、神心になってくれよということをおっしゃっています。では次です。次々に書かせておくから、よく心に留めておいてくだされよ。この教えは教えではないぞ、教会ではないぞ、道だから今までのような教会作らせんぞとおっしゃっています。この道は教えということで、大切な最初からの道筋のことを教えとおっしゃっていて、宗教の教えは終わりの終、つまり終える教えということで大きく違うのだということが前提にあります。その上で訳していきましょう。これから
から天命に次々と始末巻を書かせていくから、よく読んで心に留めておきなさい。始末巻で伝える教え、それは今後の道として市民が進むべき方向であり、あり方であって、宗教のようなあれをしなさい、これをしてはいけないというような市民を縛り押さえつけ終わらせるものではない。ましてやそのことでお金儲けをする教会などではない。進むべき道だから、教会のように崇めさせむしり取るような教会は作らせないぞ、ということをおっしゃってるんです。では最後の部分に行きましょう。道とは神民に神が満ちることぞ。神の国の中に神が満ち満つることぞ。金儲けさせんぞ。欲捨ててくだされよ、とおっしゃっています。この部分を神様がおっしゃっているのは、道というのは神民の身と魂に神が満ちるから道なのだ。神の国の中に神が満ちていっぱいになることを道という。だからこの道を伝えて依存を作り出すような金儲けはさせないぞ。神つまぎでも言ったように、全てを捨てる覚悟、ガキにならないこと、これが大事なので、牙城牙欲を捨てなさい、とおっしゃってるんです。いかがでしたでしょうか。細切れにお話ししましたが、なんとなく全体的にはイメージが湧いたんじゃないでしょうか。この帳でおっしゃっていることは、仕組みとして富士の仕組みという天帝のもとに帰還するためのルート、それを作り上げる仕組みが出来上がってくる。それはめでたいことだが、その前に必要な大峠というとんでもない事態が来る。だからこそ今の時代必要なのは、神の山を探し、神を祭り、山を祭り、神に従い、神とまつわること、これが大事だ、ということをおっしゃっていて、この第一章においては、これから話をしていく次の御用、神様に臣民がお役立ちをしなければいけない、そのお役目、そこに真摯に取り組みなさい、という新たな巻の最初としてのマインドセットをされているんです。改めて認識しなければいけないのは、これから来る大峠は神も仏もない、というような事態になります。それをお伝えになりながら、神心で見れば、そのことは天地人を全て良くする人間には考えもつかない神の仕組みなのだ。だから神に従い、神にまつわりつき、神心を育てていきなさい、ということなんです。僕自身もこの教えに触れて、改めて僕が常々お伝えしている天霊地霊人霊ということの大事さを感じています。霊というのは、その相手に対する感謝と畏敬の念、これを霊と言います。つまり天霊は天に対する感謝と畏敬の念、地霊は地に対する感謝と畏敬の念、そして人霊は人に対する感謝と尊敬の念、これらをまとめて天霊地霊人霊と言い、全ての根本となるような大事な意識です。これがないと、その上には積み上げることができません。すると、この天霊、地霊、人霊がなければ、その上の主体性を持って生きるということは不可能なんです。主体性を持って自分が責任者、自分が神だとして生きるためには、天霊、地霊、人霊というものがないと不可能なんです。すると、主体性を持って生きる、そのまた上の自立して生きて、目の前の出来事を自分の意図通りに作り出す、結果を出すということ、これを成功と言ってもいいかもしれませんが、思い通りに生きるため、絶対に欠かせないのがその前段階ということであり、大事な基礎の基礎だということを改めて感じました。では、それを踏まえて視聴者のあなたにやってほしいことをお伝えします。それは日常生活、日々の暮らしの中で自然や周囲の環境に感謝すること、これをやってほしいんです。一日一回はやる、そんな気持ちで生きてほしいです。その感謝っていうのは難しいことでも何でもありません。時間がかかることでもありません。例えば朝起きた時に感謝の気持ちで命を与えられた。寝る場所があり、雨をしのぐ場所があり、そのような中でまた目が覚めることができた。そのことへの感謝を持ちながら一日を始める。これでも十分に地霊を意識していると言えます。また、例えば自然の中でリラックスする時間を持ち、そのような自然、場、自分の居場所があることに感謝する。そのようなことでも大丈夫です。どんなことにでも感謝するべき
ところがあると思います。ぜひ簡単なところから日々実行すること、これが火付き神事の神様がおっしゃっている御霊磨きにつながっていくんです。いきなりすごいこと、大きなことなどやる必要はありません。では今日の話をまとめましょう。火付き神事始末巻きがこれから始まり、その第一章をお伝えしました。第一章でお伝えになられているのは不治の仕組みという天帝のもとに帰還するような大事な仕組み、この世界を弥勒の世という理想の世界にするための仕組みが発動する。それはめでたいことであるが、その前に大峠が来る。だからこそ今やらなければいけないことは、山を開き、神を祭り、神に従い、神に祭らうこと、それが重要だということを私たちに再度お伝えになられています。これから来る大峠は本当にとんでもないものである。だがそれは神がひどいことをすると思うかもしれないが、人の心で見てはわからないことだ。神心で見れば壮大な仕組みがあり、神が作った本当にこの地球を良くするため、宇宙を良くするための仕組みなのだ。だから神心になりなさい、神心になってこれからの始末巻を読んでいきなさい、ということをおっしゃっていました。この始末巻でお伝えになられている大事なことは、まさに天霊地霊人霊という、天に対する感謝と畏敬の念、地に対する感謝と畏敬の念、そして人に対する感謝と尊敬、これを持っていなければこれから来る大峠で押し流され、淘汰され、命を落とすということになりかねないという警告でもあります。そのためにもまず感謝をする習慣をつけてほしい、それが当たり前に自然にできるあなたになってほしいということでやってほしいこと、それは暮らしの中で自然や周囲の環境に感謝すること、それを毎日毎日ことあるごとに感じられるあなたになってほしい、ということをお伝えしました。本当にちっちゃなことでいいです。どんなことにも、水を飲めることでも、雨が降ってきて傘があることにも、どんなことにでも感謝ができるはずです。それを感じられるあなたになってください。それが大峠で苦しい思いをせずに多くの人を救えるような存在になる第一歩なんです。簡単なことから一緒にやっていきましょう。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメント、シェアをお願いします。今予言天狗と LINE で友達になっていただいた方には素敵なプレゼント5つと、 LINE での配信として天命地名画名の決め方についての重要な情報や、丹田活瞑想という真の瞑想法についての重要な情報なども配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。みそぎの玄米であり、龍神の力を宿すユニアの実り、この玄米を拝み洗いしてから水につけて発芽玄米にするのは数え切れないぐらいやってきています。いつもそうなんですが、発芽したかな、どうかな、まだかな、まだかなと気になります。だからこそ情が乗ります。可愛いと思うし、愛おしいと思ってしまいます。これって13元律という宇宙法則で言うと3の数玉、未の数玉です。この未の数玉を日々意識するということは非常に大事なことで、火付き神事の神様がおっしゃっている御霊磨きの一つでもあります。御霊磨きのことをみそぎと言いますが、みそぎには2つあります。身を削いで綺麗にする、ピカピカにする、そのクリアリングのみそぎと、もう一つは魂に光を注ぐ、みそそぎのみそぎ、チャージングのみそぎとがあります。この水につけたお米を見て、どうかな、命が芽を出したかなと見るだけでチャージングになります。そしてこれは簡単でパワフルです。しかもユニアの実りは今世界の中心として神様のスポットライトが当たっている東経135度で取れたエネルギーを持ち、龍神の地で生まれた龍神の力を宿し、さらに富士のパワーも入っています。だからユニアの実りの発芽を見るというだけでめちゃくちゃチャージングになりますので、チャージングの意思、意図を持ちながら見て、それに感謝する、これもやってみてほしいなと思います。ということで、ではまた。